皆様お腹の調子いかがですか？お腹が張ったりとか便秘とか下痢とかなんかね調子悪いなんていうことはないでしょうか？お腹ね温めるとですねそういう不調は全部なくなると言われております。皆様お腹冷えてますか？大丈夫ですか？寒くて暑くて花粉もすごくてみたいなね最近ですけれどもいかがでしょうか？もう冷えっていうのねもう体質だからしょうがないって思ってる方もねいらっしゃるかなと思います。実はそうじゃないよっていうところですね。コージライフを始めてですね私は手足は本当にあったかくなりました。で体温も上がりました。免疫力ねかなりアップしたなっていうところがあります。血の巡りの悪さで冷えっていうのは起きるっていうふうにも言われてるんですけれども、冷えると内臓の働きが悪くなります。そして免疫力が低下します。そして風邪とか感染症とか、まあ、癌とかも含めてですね病気にかかりやすくなります。だるさだったり下痢だったりとか、あとは月経不順ですね、あとは不眠とか肩こり、そんな症状も起きてきます。全身の新陳代謝が悪くなっていくのでターンオーバーもねうまくいかなくなっていきます。そして抜け毛、白髪、肌の乾燥やくすみ、そしてアレルギー性鼻炎だったりとか、女性に多いね膀胱炎、免疫機能にね異常が起こる膠原病ですね、これはね冷えをきっかけに起こる病気というふうにも言われています。そして子宮内膜症ですとか甲状腺機能低下症ですね、これもね女性ね特有の病気になりますね。たかが冷えとね思わずですねほっとかないことがね大切かなと思います。腸活して温活していくとですね、まあ温活イコール腸活になっていくところもあると思うし、腸活イコール温活になっていくところもあるかなと思います。今日はそんなお話をしていきたいと思います。今回はですね、腸を温める食べ物と飲み物、そして腸を冷やす飲み物ですね、そして温活×腸活でですね、さらに免疫力アップということでですね、ご紹介していきます。ぜひ最後までご覧いただいてですね、体を温めるヒントですね、ぜひいっぱいお持ち帰りいただけたらと思います。このチャンネルではですね、麹にまつわるいろいろなお話をしております。麹は日本のね国菌である麹菌ですねからできておりまして、この麹ですね、日本の調味料のお醤油もお味噌もみりんもお酢もお酒も全部麹からできております。ね、でもこの麹のねパワーを使ったねこのお醤油とかお味噌、皆さんね普通に食べてると思うんですけれども、今でもねなかなかですね麹のパワーを使ったね調味料に出会えなくなっているのが現代になっております。そのね調味料の部分をね手軽に変えていただいてですね、ズボラ無添加をですね実現できるのがこの麹の調味料というところになりますので、そんなお話をしております。で麹はね本当にたくさんの方に知っていただくことでね、麹を取り入れた生活をしていただくだけでどんどん笑顔にハッピーになっていくので、たくさんの方に届くといいなという思いでですね、こちらのべっぴん銀チャンネルはやらせていただいておりますので、よかったらチャンネル登録とそしてシェアお願いできればと思います。そしてですね、べっぴん銀チャンネルいろいろレシピがあるんですけれども、レシピねどれから見ればいいのっていう感じかなと思いますので、はい、 LINE 公式お友達になっていただきますと今日から使える麹レシピ10選をプレゼントしてますので、よかったらお友達になっていただければと思います。 LINE 公式ねもうお友達の方はインスタグラムの方でですね、お友達になっていただいて DM でですね、レシピちょうだいっていう風に送っていただけますとですね、レシピの方をプレゼントさせていただいておりますので、よかったらインスタグラムもフォローいただければと思います。腸を温める食べ物や飲み物についてお話をしていきます。朝ごはんにね、あったかい飲み物だったりとか、朝起きたね一番で白湯を飲んでいただいたりすると腸がね温まります。でせっかくねスープとか飲んでいただくときにですね、材料もね結構具沢山にしていただくとね、いろんな栄養素も取れますよね。スープのいいところってねそういうところにあるかなと思うし、まあ、キノコ類とかあと海藻類とかもね取りやすいですよね。そしてスパイシーカレーもね、スパイスがですね体を温めてくれます。特にターメリックとかシナモン、ジンジャーというのはですね血行促進作用があります。ぜひねカレーを作るときにはねスパイスを使って作っていただくといいかなと思います。もうね大人気カレー麹ですけれども、カレー麹はですねカレー粉のように使えてスパイスがねいろいろ入ってますので、ぜひそちらも見てみていただいてですね、スパイス使ってカレー作っていただくと体を温めてくれます。甘酒もね体を温めてくれます。血行とかね代謝を促進するですねビタミン B 群が含まれております。体を温める食材としてですね免疫力をアップしてくれます。特に冷え性の方はですね生姜なんかをね入れて飲んでいただいてもいいかなと思います。甘酒にはですね整腸作用がありますので、腸内環境をね整えてくれて免疫力アップになりますね。そして甘酒に含まれるオリゴ糖もですね腸内細菌の餌になりますので、腸内環境をね整えてくれます。
そしてルイボスティーもねいいですね。ノンカフェインな上にですね、体を温める成分が含まれているのがルイボスティーになります。カフェインレスなのでね、妊婦さんとかにもねとてもおすすめかなと思います。しかもですね、ルイボスティーにはですね血行促進効果があるですね、ルチン、そして副交感神経を優位にしてくれてリラックスさせてくれるですね、マグネシウムもですねルイボスティーには含まれております。ミネラルもね豊富なので冷え性対策にはねとてももってこいかなと思います。そして赤ワインですね、赤ワインも体を温めてくれます。赤ワインはですねブドウの発酵飲料ですね、ポリフェノールがね豊富に含まれているので血行促進してくれて、そしてアルコールのですね血管拡張作用とですね合わせて体を温めてくれます。温めてですねホットワインにしてですね、シナモンなんかをね添えていただいてね飲んでいただくのもいいんじゃないかなと思います。そして体を冷やす飲み物についてもお話ししていこうと思います。まず一つ目ですね、コーヒーです。カフェインはね利尿作用があるんですね。なので体内の水分をですね排出する際にですね同時にですね体温まで逃していくというふうに言われています。さらに血管を収縮させるですね働きがあってですね、手足がですね冷えやすくなります。適量でしたら問題ないんですけれども、1日何杯も飲みすぎるのは良くないですね。そして緑茶ですね、緑茶は紅茶と同じね茶葉から作られます。紅茶と違ってですね茶葉を発酵させません。またコーヒーと同じくカフェインがね多く含まれているというところでですね体を冷やす効果があります。そしてですねお酒ですね、お酒に含まれるアルコールはですね肝臓で分解されますが、この時ね体内の水分がですねたくさん排出されます。この水分のね排出がですね体温を下げてしまう結果になっていきます。お酒のね種類によっては温める効果もありますけれども、過剰摂取はですね体を冷やすよというところになります。ということで温活腸活でさらに免疫力アップしていこうというところですね。体の中のね最大の免疫器官は腸になりますね。腸はですね全身の免疫の7割を担っていると言われています。食べ物や飲み物はですね口から入りますね。そして腸にね運ばれていきますよね。同時に外からですね病原菌などもね一緒に口から入ってきますよね。正常なですね免疫機能が働いている状態だとですね入ってきたものに対してちゃんと戦うのでですね無症状でね済みます。ですがですね腸の免疫機能がね低下していると戦えずですね病原菌の勢力に負けてしまって発熱とかね風邪ひいたりとかっていう状態になります。で温活をするとですね腸の働きが活発になります。しかしですね温めたところでですね腸の中にいる菌たちが悪玉菌優位な場合ですね悪玉菌たちが元気になるという状態になっていきます。なのでですね善玉菌をね元気にしておいて、そして温活していくとですねさらにですね元気になっていくという状態になります。腸内環境をね整える方法についてはですね、腸内細菌はですね私たちが食べるものを餌にして彼らもね生きております。なので私たちが何を選んで何を食べるかがとても大切というところになります。なので私たちはですね腸内細菌はですね100兆個から1000兆個もいるし、で私たち体中にはですね1兆個以上の菌がいます。私たちの体は菌に生かされているので、菌が喜ぶねお食事をすることによって私たちはね体が元気になっていきます。ということで腸内細菌たちが喜ぶお食事って何かなっていうところでですね、まあ、それがですねプレバイオティクスだったりプロバイオティクスだったりバイオジェニクスっていうものになっていきます。ということで発酵食品を摂るとですね腸内環境は整っていきます。なので納豆とかねお漬物とかキムチ、あとはねヨーグルトとかチーズとかですね、で、まあ、こういったね納豆とかキムチとかお漬物とかヨーグルトとかチーズとかもねいろんなものがね添加されてしまっているものがあります。麹のね発酵調味料ですね、こちらをね各食材と合わせていただくことでですね全ての食材は発酵食品になっていくよという感じになりますので、いろんなものと掛け合わせて麹を食べていただくのがね一番いいかなと思います。ということで今日はですね腸の冷えを防ぐ飲み物と食べ物についてお話しさせていただきました。このチャンネルではですね麹にまつわるいろいろなお話をしております。はい、麹はですね本当に私たちの生活に取り入れることでですね簡単に美味しくしてくれる救世主になっています。ぜひ皆さんよかったらですね物品菌チャンネルのねいろんなレシピありますので、そちらをねご覧いただいていろいろ作ってみていただけたらと思います。ぜひコメント欄にですね作レポなども書いていただけると励みになりますので、ぜひよろしくお願いします。毎週水曜日ですね今ね朝活ライブということでですね、
朝の6時20分から何か毎週一品作るということでね、発酵調味料を作っておりますので、よかったらね、朝のライブにもですね参加して一緒に作ってみていただけたら嬉しいなと思っております。ぜひよかったらですね、チャンネル登録とグッドボタン、そしてシェアもお願いできればと思います。たくさんの方にね、麹の魅力が届くといいなと思っております。ということで今日も皆さんありがとうございました。またお次の動画でお会いしましょう。またね、バイバイ。ひろみさん、質問が来てます。はい。酵素の動画で、うん、麹は胃酸で分解されて、はい、腸まで届かないのに、麹は、うんうん、腸活に麹が良いというのはどういうことなのでしょうか。理由にはいくつか理由があるんですけれども、例えば玄米とか麦とかを取った場合には食物繊維が一緒に取れるのでいいというところと、発酵代謝物っていうのが腸内環境を整えるっていうところがあるんですね。そしてビタミンとかミネラルとかっていうのも取れるっていうところもあって、プレバイオティクス、プロバイオティクス、バイオジェニクスっていうものが腸内環境を整えるっていうふうに言われてるんですけど、それが全部含まれているのが麹の調味料なんですね。なのでそれかける食材をすることによって腸内環境を整えてくれるっていう状態になるということです。麹は胃酸で分解されて腸まで届かないのに腸活になるっていうのは、なるほどね、はい、胃で分解されても食物繊維はそのまま腸まで届くんです。菌もそのプロバイオティクスって言われているような菌はそのまま腸まで届くことが確認されています。そしてバイオジェニクスっていう発酵代謝物に関しては、胃はね、胃酸でドロドロにするだけなんですよね。そのあるものを、入ってきたものをドロドロにするだけなので、そこからまた十二指腸のところで水液とあと胆汁とあって、またそれが酵素で分解されて少しずつ小腸をね通りながら吸収されながら最終的に大腸まで行くっていうことなので、胃で分解されても全部なくなるわけではないんです、というところが答えになってる。はい、大丈夫、はい、はい、ありがとうございます。はい、ありがとうございます。